タケは原竹かタケ族に属する菌類。英語圏ではフィールドマッシュルームとして知られ、アメリカ合衆国ではメドマッシュルームとして知られる。食用にされているキノコで同族の作りけと禁煙である。薬品として使用されるアガリクスなどとの関係からアガリクスカンペストリスの名前でも知られる。種商名カンペストリスはラテン語で野原を意味するキャンパスに由来する。 傘は白く大きさは直径5から10センチメートルである。最初は半球型であり、成熟するに従って、まんじゅう型、扁平型に変わっていく。傘の裏のひだはピンク色をしており、オイルに従い赤黒くなり、最終的には茶色になる。ひだは理性している。宝指紋も同じような色をしている。柄は3から7センチメートルであり、だいたい白い色をしている。 柄には小さい顎が一つついている。味はまろやか。肉は傷つくとわずかに赤くなる特徴を持つ。傷がついた時に黄色くなるものは毒があり、胃腸障害になりやすいアガリクスザンソダーモスやよく似た毒のある種の可能性がある。一般的に雨の後、野原や草地に見つけることができる。夏から生えることが多い。世界中で見ることのできる種である。 広く食べられている。通常、キノコ狩りを行わない人々さえとって食べることがある。商業的に生産されてはいない。成熟が早く、棚に並べてもすぐ使い物にならなくなるからである。料理では、ソテーやフライ、ソースなどに使われ、生でサラダに使われることもある。風味と食感は、食料品店で購入可能な作りたけと同一か、さほど変わりはない。 ヒダの間に入っている砂は、すすいで落とす。また、傘や柄に小さな穴を作る白い幼虫にも気を、つけるべきである。類似した種に、毒ツルタケトウがあり、誤って食する年に至る毒を持っている。ニルソン、スベンパーソン、オラ、フンギオブノーザーにヨーロッパに、ジル、フンギ、ペンギン、ニューヨーク、ISBN0 から140630066、グリグソン、 チェーン、ザ・マッシュルーム・フィースト、ロンドン、ペンギン、ISBN0 から140462732。ありがとうございます。